三歳時パピトロンの12回目の授業になります。よろしいでしょうか。画面も見えてますか。音も聞こえてますか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。前回からアルゴリズムの話をしておりまして、で、今回はそのアルゴリズム、一つのアルゴリズムですね。構成合成検査の方について、その性質を調べていくということをやるということになります。はい。で、今、ここですね。だから、今回含めてあと3回の授業になります。で、まあ、予備って書いてありますけども、多分予備はやらないという形になる。まあ、あるいは、このリアルタイムの形ではやらないということになります。はい。というふうに予定しております。はい。で、今日の目標はこれになりますね。で、構成合成検査アルゴリズムが H 彩色問題を解くための H に関する必要十分条件を与えるということになります。必要十分条件を与えるというのは、これなかなかすごいですね。あるアルゴリズムがあって、そのアルゴリズムで解ける問題が何であるのかということをきっちりと定めます。で、その時に出てくる、まあ、その必要十分条件を2つ与えるんですけども、1つはベキグラフというグラフを使います。これが何だかということを後でまた、定義します。で、もう1つは完全対称多傾斜像です。いや、完全対称多傾斜像です。で、ですね、多傾斜像っていうのはちょっと正しい日本語かどうかわかんないんですけども、これ英語ではポリモーフィズムっていうんですね。で、この分野において定訳がないような気がするんですよ。だからまあ、これ無理に私が多傾斜像を訳しているというふうに思ってもらってもいいです。で、まあ、ポリモーフィズム。ポリモーフィズムっていうふうに、カタカナで書くとか訳すことも多いような気がするんですね。で、一方でですね、プログラミング言語理論っていうのがありまして、プログラミング言語理論においてもポリモーフィズムっていうのは重要な、役割を果たしています。で、そこではポリモーフィズムっていうのは大体多態性とかですね、多層性っていうふうに訳したりしています。で、私の感覚では、この順動形とかの文脈で出てくるポリモーフィズムと、このプログラミング言語理論で出てくるポリモーフィズムっていうのは、ちょっと意味合いが違うかなっていうふうに思うので、このプログラミング言語理論の方で使われている訳は、あえて使わないようにしました、ここで。だから、まあ、私は多傾斜像というふうに、訳して、この授業、あるいはこの後の授業でも、まあ、使っていこうとは思うんですけども、まあ、皆さんがどう訳するのかってことはまた別の問題ということになりますので、私がこう訳すという形にして、進めていきたいと思います。はい。だから、それはちょっと注意ですね。はい。で、この多傾斜像っていうのは、実はこの、まあ、順動形の話であるとか、この手の研究においては非常に重要な役割を果たしております。だから、まあ、それを紹介するってことも重要なんですけども、まあ、その応用例を一つ紹介するってことにもなります。はい。あ、この今日の授業の中でですね。はい、ということになります。はい。でですね、もう一度、その H 彩色問題って何だったかってことを復習します。で、H 彩色、H カラーリングといったら、それは G から H への順動形のことです。で、もっぱら、今日の授業では、この G と H は有効グラフになります。だからまあ、この例では、無効グラフ書いてますけども、有効グラフでやっていくというつもりでいてください。はい。でですね、H 彩色問題というふうに言ったら、グラフ G が与えられたときに、G から H への順動傾斜像があれば Yes、そうじゃなかったら No ということを出力してほしい問題になります。ですね。はい。これが H 彩色問題です。でですね、前回この構成合成検査アルゴリズムっていうのを紹介しました。ので、ちょっとこれを、もう一度復習しようと思います。どういうふうになるのかっていうと、どういう特徴を持っているのかというと、各頂点、この G の頂点に対して、その V がどこにその順動形によって移っていくのかっていう、移り先の候補っていうのを LV で、なんていうかな、各 LV に格納してずっと保持します。ですね。で、その整合性っていうのを、調べていくんですけども、あるところで、だから整合性っていうのは何なのかっていうと、この頂、LV の中に入っている要素を見て、それがその移り先にはなり得ませんよってことが分かったら、それをこの LV から取り除いていくってことを繰り返します。で、それによって取り除いていくと、残っている候補はまだ
移し先としてはあり得るところになるわけです。だけども、もしこの LV がですね、あるところで空集合になってしまうと、この V という頂点を移す先が、の候補がなくなってしまうので、その時にはもうそもそも順動機斜度は存在しません。矛盾を発見するという形になって、このアルゴリズムは脳を出力と。ということをします。だから、このアルゴリズムはですね、脳を出力するときには、確かに、順動計算像は G から H に存在しないということが言えるわけです。ただ、順動計算像が存在するときに、それが実際にあるのかどうかってことは、そこまではわからない。っていう、そういうアルゴリズムです。で、実際にどういうふうにするのかってことをちょっと、例でやってみましょう。こんな感じでしたということを、言いますね。まず、準備としては、G の各頂点に対して、その、各頂点 V に対して、その V の移り先の候補 LV っていうのは H のすべての頂点であるというふうにします。今この例では、G が上のグラフ、下のグラフが H で、この G の各頂点に今この丸が4つ書いてあるんですけども、それはこの ABCD っていう4つの頂点を表していくと、その今各 G の頂点のところに並んでいるのは ABCD っていう頂点が、その候補として並んでいるというふうに思ってください。はい。で、これを準備として、次には反復に移ります。で、反復では何をするのかっていうと、このですね、LV がどっかの頂点で変更される限り、これを、この下のものを実行します。で、何を実行するかっていうと、まず、どの子でもいいので、2の子を見ます。あ、G のですね、G の子を見ます。まあ、これにしようかな。これ、この子を見ます。ちょっと、うまく書けないですね。じゃあ、この項を見ます。この項を見ます。で、例えば、で、これで、この記号で言うと、U から V って感じになってますね。ここですね。で、例えば、じゃあ、この、U において、今、この ABCD っていう、候補が残ってるんですけども、このうちのどれかが消えるかなってことを考えます。だから、今、この LU から何か削除できるかなってことを考えるためには、ここに書いてある条件を満たすかどうかってことを考えるわけです。V の方がいいか、V を見て、ある頂点削除できるかなと考えます。で、例えばですね、この A っていう頂点、赤っていう頂点は削除できるかなと考えます。で、その時には、ここに書いてある条件が満たされてないといけない。それは、LU の要素である X、違うな、LU の X が LU の要素であるような、という条件を満たす、XY という子が H に存在しない。だったら、この、y、つまりこの場合、今考えている要素を削除するということになります。で、これは、なんか、この日本語はちょっと分かりにくいなと思ったので、ちょっとここに書き換えたんですけども、これは、LU のある要素 X に対して、XY が H の子である。ということの否定です。だから、この条件が成り立つかどうかちょっと考えると思ってください。そうすると、今、赤い頂点があって、赤い頂点があって、この U に入っている、U のこのリストに入っている頂点 X に対して、この XY が AH になるようなのがありますかと。だからこの赤い頂点を終点とするような、子で、その視点がこの U のリストに入っているものがこの A ってありますかって聞いてるわけです。で、そうするとですね、この赤い頂点を終点とする子っていうのはそもそも H にないので、この場合はここに書いてある青で書いた条件は満たされないということになります。満たされないということで、それが分かったら、この、赤ですね、この場合は。これをこの、頂点に入っているリストから削除する。ってことをする。で、これを繰り返すっていうのが、で、これはその終点に対する話ですけども、これはその視点に対してもやると。視点に対してもやる。ってことを繰り返していって、この、リストをどんどん更新していきます。これいいですか？これ前回やったことなんですけども、ちょっとここがわかんないと今日わかんないかもしれませんから、ちょっと聞いてみます。いいですか？これ前回こんな感じでやってました。はい。で、これをずっと繰り返します。で、繰り返していくと、まあ、どういうふうに繰り返すのかってことは、この、これを任意に選んでますから、この任意に選ぶこの順番って、まあ変わってきたりすることもありますけども、まあこれ、やれる限りやります。で、やったらですね、最終的にある頂点において、その、候補の集合が空集合になったら脳を出力。この場合、例えば、まあ、ある実行においては、ここで、全部の頂点が候補から消えて、矛盾が起きる。ので、脳を出力と。ということになるというのが、構成合成検査アルゴリズムでした。だから実際この場合、G から H への順動機数は存在しないということになります。
で、これは、この矛盾が発見されたら確かに脳なんだってことは、これは今の動きからわかるわけです。じゃ一方で、この最終的にですね、このリストが更新されなくなったときに、アルゴリズム停止するわけですが、そのときに脳が出力されなかったからといって、必ずイエスなのかっていうと、そういうわけでもないんですよ。これだとですね、任意の頂点 V に対して、これが空章じゃない。であっても答えが Yes なと限らない。まあそういう例も前回挙げたんですけどね。で、そういうことなので、脳であるときに、脳であるとき、空集合になるときには脳であるとわかるんだけども、それ以外のときには何も情報を得られないって形になるわけです。で、それはちょっとまあ困るかなっていう気もするし、まあそれでもなんか情報を得られるかもしれないんですけども、で、何を考えたいかっていうと、実はその止まったときに空集合になってなかったら、必ずイエスなんですよっていう場合もまああり得るわけです。で、そういう時には、H 染色問題が高整合性検査アルゴリズムに解けるっていうふうに言うことにします。まあ、これが定義なんですけども、H 染色問題が高整合性検査アルゴリズムに解けるというのは何かというと、G から H に順道下作動が存在しないってことと、今のアルゴリズムが脳を出力するってことが同値である。だから、なんだっけ、脳、を出力するんだったら必ず順序系作動が存在しないってことは先ほど言ったとおりなんだけども、脳を出力しない場合には必ず順序系作動がありますよってことまで保証してくれるときには解けると言いましょうということにします。で今から考えたい今日のメイントピックは何かというと、いつ解けるのか、H 染色問題が高整合性検査アルゴリズムで。で、そのためには、これはだからその H に関する H というグラフに関する性質だから、H に関する条件っていうのを考えてあげればよいということになります。だから H がある性質を満たしていると、このような、いいことが言えることになるはずなわけですね。で、そういうようなグラフ H は何でしょうってことを考えていくというのが今日の目標です。ここまでいいですか？いいですか？はい。でですね、じゃあこれをやっていこうってことで、そのための必要十分条件を、上げるというのが今日の目標です。で、二つあります。で、一つは、このべきグラフというものを使ったものです。でですね、以前、グラフのべき乗、H の G 乗っていうグラフがあったんですけども、それとは、このべきグラフという概念は違う概念です。これ、それは注意してください。はい。で、どういうふうに定義するのかってことを今からやっていきます。で、まあ、今日扱うのはもっぱら有効グラフなので、有効グラフで考えていきます。有効グラフ H に対して、H のパワーグラフ、まあ、べきグラフといったら、次で定義される有効グラフです。で、それ、まあ、今後 PH と書いていくことにしましょう。まあ、この P っていうのが、まあ、パワー、べきですね。べきって感じ書けるかな？正しいかな？ですね。あ、ちょっと間違ってるかな？はい。ちょっと違うかもしれなかったですけど、これべきですね。あ、なんかここに書いてあるべきと、ここに書いてあるべきと違いますね。ちょっとこれは、どちらかを修正する必要があるので、後で修正していきます。すいません。どちらが正しいかすると私はパッとわかんないんですけども、漢字をあんまり負担かかないからいけないですね。はい。で、べきグラフです。で、べきグラフは、このように定義するような、されるような、有効グラフなんですね。で、何かというと、で、まずこれ、頂点集合です。で、頂点集合は、V って書いてますね。これが、VH のことです。すいません。これ、この V って書いてあるのこれどちらも VH だから、H の頂点集合です。すいません。ちょっとこれは、また直しますね。VH だから、H の頂点集合の部分集合 X で、空集合ではないものをすべて集めてきます。で、今、下に例があるんですけども、これ今、ABC っていう、H というグラフがあるとしたら、この時に、VH っていうのは ABC っていう集合なんです。で、この部分集合で空集合でないものを全て集めてくると、まあ、こっちになります。で、これはですね、ちょっと丸の中の、スペースが小さかったので、ちょっと省略記号を使って書いてるんですけども、例えばこの B って書いてあるの、これは B だけからの集合だと思ってください。すいません。だからこれはあんまり良くない書き方をしてるんですけども、ちょっと省略記号で書いてる。で、BC っていうのは、これも B と C からなる集合だと思ってください。ということです。ABC も ABC からなる集合だと思ってください。ということですね。だからちょっとここではそれを省略して ABC とか B とか、カッコとかコンマ使わずに書いてると思ってください。はい。で、これが頂点集合です。で、補集合ですね。この A の方がちょっとややこしいんですけど何なのかと。
今ですね、X から Y っていう、集合に個があるのはいつかってことを、ここに条件を書いています。で、この条件が分かりにくいので、ちょっと次回しようと思うんですけども、まず、ここの今ピンポンとこれ消そうと思いますので、いいですか？消しますね。ちょっと何も反応ないので消しちゃうんですけども、消します。で、ですね、これ、X と Y っていう、まあ、頂点が、こっちのこの、まあ、PH の方にあるわけです。で、こういったのは何なのかっていうと、X っていうのは、まあ、これはなんか集合なわけですね。集合なわけです。だから、この中に、まあ、いくつか要素があるわけです。まあ、例えば5つあるとしましょう。で、Y の方も集合で、こちらの方に例えば、じゃあこれ3つ要素があるとしましょう。こんな感じですね。で、これらの、この X とか Y の中に入っているこの要素っていうのは、もともとこの H の頂点なわけです。H の頂点なわけです。で、これ、この、この、X の中に入っているこの要素っていうのは H の頂点なので、この H の頂点において、どこに個があるのかってことを、その個のあり方っていうのをここにそのまま書き加えます。でただし、X から Y に向かっているものだけに着目して書きます。で、じゃあ、それ、今、これ例やってみるんですけども、例えば、今、例っていうのはこの例ですね。この例において、じゃあ、この、今、この AB っていうのと ABC っていうのがあるので、今、じゃあ、AB の方を X、ABC の方を Y だと思って、どこに個があるのかってことを書いてみます。で、そうすると、もともとこの、H の方には A から C に向かって個があるので、この X から Y に向かって A から C にこう書きます。で、B から C にもあるので、B から C に向かってこう書きます。こんな感じ。こんな感じ。そうすると、これ何が言える、何が言えるのかっていうと、A の、あ、じゃあ、X のどの頂点からも、この Y に向かって矢印が出てる。っていう性質が成り立っています。で、これは何を言ってるかっていうと、この、今、ここに書いてあるですね、条件があって、このですね、上の条件が成り立っているということを言っています。任意のラージ X の要素に対して、ある Y ですね。ラージ Y の方の要素が存在して、X から Y に向かって、H の個がある。っていう条件が成り立っているという形になっています。いいですか？そうですか？上の条件は、この X と Y に対して成り立っているということになります。しかしですね、この下の条件は成り立っていないことになります。下の条件っていうのは、任意の Y の要素、任意の Y の要素、スモール Y に対して、ある、ラージ X の要素が存在して、XY が H の個になっているという条件なんですけども、この場合、その A とか B っていう、要素を Y だと思うと、だからどうしよう、図のイメージで言うと、A とか B には入ってくる、矢印がないわけです。で、その場合、その時にはこの、下の条件に成り立ってないということになります。だから、図のイメージで言う、あ、だから何なのかっていうと、なので、この、べきグラフにおいては、ラージ X からラージ Y に向かって、こうはありませんということになります。この下の条件が成り立っていないから。ですか？だから、条件が成り立っているのはどういう場合かっていうと、下のところで書くと、ラージ X の方のどの要素からも必ず矢印が出ていて、ラージ Y の方のどの、要素にも矢印が入ってきている。で、その両方の条件が成り立っていることになります。だからイメージで書くと、こんな感じですね。ラージ X の方からは全ての、要素から矢印が出ていて、でそれは複数で出ていても構わないわけです。で、ラージ Y の方はどの要素を見ても必ず一つは矢印が入ってきて、こんな感じになっている。で、こんな感じになっていたら、このグラフにおいては、このグラフというのはこの出来グラフにおいては、X から Y に、こうつけましょうというふうにしているということになります。で、じゃあそうしたらですね、じゃあ今このグラフにおいて、ここがあるところ、ちょっとここですね、ここ。ここ見てみようと思いますけども、ここはですね、だから、上の方 AB を X として、下の C の方を Y とする。と、どんな感じになっているかっていうと、今の赤いのを書くとですね、A から C に向かっていて、B から C に向かって、こんな感じになっている。でそうすると、この X の方からは全ての要素。X においては全ての要素から矢印が出ていて、Y においては全ての要素が矢印を受け取っているという形になっているので、この、べきグラフにおいて、個が存在するということになるということになります。ここまでよろしいですか？これ定義ですけども、よろしいでしょうか？はい。ありがとうございます。で、これはですね、また
手で書いてるので、間違ってるかもしれないんですけども、もし間違ってたら教えてください。間違ってないはず、これ間違ってないはずなんですけどね。これなんか、おとといぐらいこれ書いていて、なんか初め間違っていたので直したりしてるんで、またなんか混乱して間違ったりする可能性ありますけども、間違っていたら教えてください。私はよく間違えるので、だから皆さんは、すごく注意深く、こういう授業を聞いてる必要があって、教員が言ってることをですね、やたら、むやみに、むやみやたらに、信用しないようにしてください。で、数学っていうのはそれが重要なポイントで、皆さんはですね、だから私割とこう授業の中で証明したりしますけども、証明が間違っていたりする場合には、皆さんは、指摘することができるわけです。で、それは、重要なんですね。なんて、例えばなんかその、紙を噛んで、スーパー紙を噛んでで、ニュートリノが観測できますとかっていうふうに言われても、皆さん、なんだろう、検証できないじゃないですか。だけども、数学っていうのは一応その頭で考えれば、検証できる形になってるはずなので、原理的には。それは重要なポイントで、だからもしこの私のここに書いてる例が間違っていたら皆さんは、合ってるかどうかっていうことは皆さん検証できる。ことになるので、それ実際にやってみてください。ということになります。まあ、それを置いといてですね。で、重要なポイントが一つあって、何かというと、今ですね、この H っていうのがここにあるんですけども、グラフとして。この H と同型の部分が必ずこの PH の中には現れます。それはですね、この、頂点数じゃなくて、要素数1の集合に対応する部分です。まあ、こう囲ってる部分ですね。ちょっとちゃんと囲おうかな。ここの部分ですね。この部分っていうのは、だから、頂点数、要素数1も部分集合に対応する、このべきグラフの一部分ですね。で、これは、この H と必ず同型になります。で、それは先ほどのこの定義をですね、見てあげると、まあ、わかるので、それを確認してみてください。じゃあ、で、一方ですね、この PH っていうのはすごく、まあ、H に比べて大きなグラフになっているわけです。なので、まあ、その今、言ったのは何かというと、H から PH に向かっては、この、部分グラフ、を含んでいるという意味で、順当系作動があるんですけども、まあ、pH から h に向かって順当系作動があるかどうかってことは、まあ、わかんないです。で、これがある場合もない場合もあります。で、まあ、実際この場合はあるんですけども、まあ、それを後で考えます。はい。で、それが、ここで実は出てくるんですね。何かというと、この、ベリグラフにおいて、pH から h に向かって順度結合が存在する。この場合、順度結合があるというのを今、ここで色で書いてるんですけども。で、そうであるということが、この H 彩色問題が個整合性検査アルゴリズムを解けるための必要十分条件です。はぁって感じですね。まあ、はぁって。だから、こんなことが成り立つんだって思うんですけども。そうですね。これ、皆さんが生まれるか生まれないかっていうぐらいの時にですね、そういうことが分かったということになるわけですね。なんということでしょう。なんということでしょう。だから、これによって、この、べきグラフを見るだけで、ある意味、べきグラフを見るだけって言っちゃいますね。べきグラフと元のグラフを見るだけで、この、個整合性検査アルゴリズムで解けるかどうか分かるってことになるわけですね。今からこれをですね、証明していくんですけども、まずこの命題が何というかって分かりますか？いいですか？先ほど言った通り、この個整合性アルゴリズム脳を出力しなかった場合には、先ほどのアルゴリズムにおいて、この G に拡張点のリストがどこ見ても空になってないんですけども、その、ですね、情報から、G から H の順度計作動が必ず作れますと言っています。じゃあなぜか。まあこれ証明していくわけですね。で、これ両方向なので、これ両方向の証明をしていきます。ちょっと時間見ながらやるんですけど、今手元に時計なかったんで。だからこれは証明をして、休憩かな。ちょっとそれできるように頑張りますね。はい。で、これ別の例ですね。別の例が入ってます。これ、別の例。これはですね、C3 ってやつですね。C3、有効サイクル、有効経路ですけども、これはですね、何かというと、こういう H がありまして、で、そこから、またビリグラフ作ってます。これもちょっと、まだ手で作ってますから、間違ってる可能性があるんですけども、これ間違ってないと期待します。で、ですね、重要なのは何かっていうと、この時には、pH から H に向かって順度計算は存在しません。なぜかというと、今ですね、ABC っていうこの頂点があって、ここにはですね、自分自身に戻ってくる個があります。
ですか。で、一方ですね、そのような、頂点、自分自身持っている向こうがあるような頂点というのは A 自身ありません。だから何かっていうと、ABC っていう頂点、順調計作動がですね、存在すると仮定すると、ABC っていう頂点は A か B か C のどこかにこう移されるわけですけども、どこに移されたとしても、この子に対応するような、この子を移す部分がないわけです。いいですか？だから、順調計作動存在しません。ということは、何なのかというと、この、性質、命題を信じると、pH から h に向かって順度計算が存在しませんから、この C3 の、有効版、有効、頂点数3の有効経路に対しては、この H 彩色問題が個整合性検査アルゴリズムでは解けないということになります。つまり、ある G が存在して、ある G に対しては、各頂点のリストが空でないっていう形でアルゴリズムは終了しても答えがノーになる可能性があるということです。いいですかね？なんか難しい日本語を喋ってるような気がするんですけども、だから通じてるかどうかもわかんなくなってきて、ちょっと確認はしたいんです。いいですか？大丈夫ですかね？ただまあ実際そういう、前回ですね、前回この C3 の有効版、においてそういう例が実際存在するってことはやってるので、それを前回の、授業の資料を見てみてください。で、そうすると実際に解けない場合があるってことがわかります。で、それをまあここでもこの命題を通して確認しているということになります。はい。ではですね、証明をしていこうと思います。準備はいいですか？で、そのためにその補題をですね、使います。先ほどの、ベキグラフですね。ベキグラフを、と、H のベキグラフです。H のベキグラフと、この G っていうH 彩色問題に対する入力っていうのを関連付ける必要があるわけですね。で、それを関連付けるのがこの答えです。で、どういう答えかっていうと、個整合性、入力を G として、個整合性検査アルゴリズムを動かします。で、その時に、この個整合性検査アルゴリズムが NO を出力するってことと、G が PH、に向かっていく順当計算を持たないってことが同値になるということです。で、これをまず証明します。で、やっていきますね。で、ここではですね、あ、これも両方向なので、両方向の証明を別々に行うんですけども、まず右から左をやります。で、右から左ってことは、G から pH に向かって順当計算を存在しないってことを仮定するってことになると思うんですけども、ここでやるのは実際はこれの対偶を証明します。対偶を証明します。ただ、対偶証明するんで、左側の否定を仮定します。だから脳を出力しなかったらします。脳を出力しなかったときに証明したいのは G から pH に向かって順調計作動が存在するってことを証明します。ですね。で、どういうふうにやってるのかっていうと、脳を出力しなかったってことに仮定してるんで、アルゴリズムが停止したときには、G の頂点が持っているリストは全部、要素を持ってる。空集合ではないという形になっているわけです。で、何を示すのかっていうと、今ですね、G っていうグラフがあるわけです。これ G っていうグラフが。で、G、こういう書き方いけないんですけど、G っていうグラフがあって、まあ、頂点がたくさんあるわけですね。で、まあ、なんか、ここがついてると。なんか、こんな感じで。で、この各頂点 V の中には、V の中には LV っていう、リストが入ってるわけです。奇数なリストが入ってるわけです。で、何をするのかっていうと、一方で、こう、なんか、右側には、pH っていうのが大きなグラフがあるわけです。大きなグラフがあるわけです。で、何をするかっていうと、この LV っていうのは、この LV っていうのは、もともとこの H の頂点の部分集合でした。LV っていうのは H の頂点の部分集合です。で、それが空集合でないって今言ってるので、何かというと、LV っていうのは、この pH の中の頂点としてどこか存在してるんです。存在してるんです。なので、何をするかっていうと、この今、順調計作像を作りたいんですけども、その順調計作像としてどういうものを作るのかっていうと、この V から LV に移す。っていう G から pH への順調計作像を作りましょうと申します。
まあ、言い方ちょっと変えると、今 V に対して LV を対応させるような写像を作ります。これが本当に G から PH の準動画写像であるってことを証明します。つまり何なのかっていうと、今この V に対して LV、V の行き先のことを今これ、V から出てる、子がの行き先が U だとしたときに、この U は、この写像によって LU に移るんですけども、もともとここには子があったから、これが準動形作動であるためには、ここにも置かなくちゃいけない。ってことになります。で、これが本当に成り立つのかどうかってことを確認します。方針はいいですか？こうやって証明をしようと思います。で、この時に、そのアルゴリズムの動きと、この、pH の定義ってことの対応を見ていきます。はい。ちょっといきなりこんな図、こんな図というか、なんか字がたくさんあっていません。で、だから今、目標はこれですね。V を LV に対応させるような写像が G から pH への順序化するようなことを言いたいので、まず G における任務の項を考えます。これですね、こんな感じですね。G において U と V っていうところに項があるとします。で、先ほど言った通り、この項、整合性検査において、どの頂点においてもそのリストは空になってないっていうので、まあその U の中のリストはなんかその要素が残ってるわけです。LU。で、V の方も要素が残ってるわけです。LV と。って感じですね。で、じゃこれ要素が残ってるってことは何なのかっていうと、この子に対してアルゴリズムを処理、反復を行っているときには、この、要素が削除されるっていう条件が満たされないということになります。つまり何なのかっていうと、ここに書いてあるように、例えばですね、この、V に入ってる、要素 Y っていうのが削除されるためには、ここに書いてある条件が満たされないといけないんだけど、それが満たされないってこと、ここに書いてあるところが満たされないってことは何だったかっていうと、さっき言ってみたみたいに、これは、ある X が存在して、xy in h となるの否定でしたから、ここに書いてある条件っていうのは。だから、実際に、ここに書かれて、その lv に入ってる要素が削除されないってことは、その、y に対して、この括弧の中が成り立っているということになります。だから何かっていうと、この lu に入っているある要素 x から、h においては、この変が、こう出てると。今これ、これ AH の、H の子だと思ってください。こういうふうに出てるっていうふうになってるんです。いいですね。で、それは、この、V の方の、V の方の、V の方の、各要素については、よりにも対象になってるということになるんです。こんな感じになってると。こんな感じになってると。で、これは、その、1番の方の条件からわかります。今はちょっとこの文章において、この3番目の項目からちょっと見てみます。ちょっと順番が逆ですけども。で、同じように、この2番の方の項目を見ると、U の方のリストに入っているすべての頂点 X から、この V の方のリストに入っている頂点に必ず H において子が出ているということがわかります。だからこんな感じになっている。複数で出るかもしれない。こんな感じになっているということがわかります。ここまでいいですか？まあ、この理由のために、この LU とか LV はもう変化しないということになっているわけです。で、じゃあそうするとですね、じゃあ今この H の、子がここにあるっていう状況を、そのままこの pH の方にも書いてあげましょう。で、そうすると pH の方で書こうとすると、先ほど言っていた通り、この pH のですね、この LU っていう頂点を見ると、LU の頂点に、は、どこからも、この中出ていく、子が H にあるってことになってて、LV の方の頂点を見ると、どの、要素にも、その H においては入ってくる子が存在するって形になってるわけです。で、これは、この PH において、LU から LV に対して、この子が存在しますよ。全体として子が存在するってことの、定義だったわけです。ということで、G において U から V に、子が存在すれば、pH においては LU から LV に向かって子が存在するということが言えるということになります。ちょっと次のページに進みますね。pH の定義により LU から LV には子が存在しますということになります。
よろしいでしょうか。これで、候補に考えていた斜像というのが確かに G から PH への順当計算になるということがわかります。ではですね、逆もやってみましょう。これ今証明したかった補題です。で、逆っていうのは左から右ですね。で、ここでも、これ対偶を証明します。で、どういうふうにするかっていうと、だから対偶を証明するんで、右側をですね、否定し、右側の否定を、仮定します。だから、G から PH に向かって順当計算上あるってことを仮定します。で、その順当計算上を今 F と書くことにしましょう。で、F が G から PH への順当計算上をやるとします。で、この時に、示すことは、この構成合検査が脳を出力しないってことなので、最終的にどの頂点においても、その頂、あ、G のどの頂点ですね。G のどの頂点においても、LV が空集合にならないってことを言います。で、特に、FV が削除されない。FV のどの要素も削除されないってことを言います。ちょっとこれは意味がわかんないかもしれないので、もう少し書くと、G というグラフと PH というグラフがあります。あ、書けなかった。H が。PH というグラフがあります。で、今は仮定としては、ここに順当計算がありますよっていうふうに言ってるわけです。ですね。ってことは、各頂点ですね。G の各頂点は、PH のある頂点に移されるわけです。この F という順当計算によって。で、この FV というのは、先ほど言ってるように、これ PH の頂点ですから、これは H の頂点の、部分集合なんです。ですね。で、一方で、これは仮定ですね。で、一方で、このアルゴリズムでは何が起きているかっていうと、V っていう集合があったら、その V のっていう集合の中に LV っていうその候補のリストがあるわけです。で、候補のリストの中では、たくさん H の頂点が入っているわけですね。これは H の頂点の集合です。VH の分集合なんですけども、この LV ってのはどんどんその頂点が削除されていって減っていくわけですね。減っていくわけです。で、減っていくんだけども、減っていったとしても、必ずこの、FV がこの LV に含まれるっていう条件が必ず、満たされ続けるってことを今から言います。で、そうすると、で、満たされ続けていって、最終的にずっと満たされるってことを言うと、何がわかるのかっていうと、この FV っていうのは、これ空集合じゃないわけです。今、この PH の頂点集合は、VH の、部分集合を全部持ってきてるんだけども、非空なものだけ、空集合でないものだけ持ってきてますから、この FV っていうのは、これは空集合ではありません。だから、この FV を LV が、含み続けるってことが言えて、そのまま停止すると、LV っていうのは空集合になり得ません。だから、脳を出力しないということになります。ので、それを証明します。それっていうのは、つまり、FV のどの要素も LV が削除されない。FV が LV に含まれ続けるってことを証明します。という方針でやっていきます。ですね。一応書いてあることを言いますと、これが示せれば、任意の V の、G の頂点 V に対して LV は空集合ではないということになるので、アルゴリズムが脳を出力することはないということになります。じゃあ、この方針でやっていこうと思いますけども、ここまでいいですか？で、これを証明しようとします。だから、何をするかっていうと、アルゴリズム、この反復で何ステップかこうずっとやっていくんだけども、そのために、削除される要素があるんだけども、その時に、この FV の要素は削除されないってことを言います。だから、何を言うかっていうと、その先ほどその削除されるための条件があったんですけども、それをこの FV の要素は満たさないってことを言ってきます。じゃあ、これをやっていきますね。示したいことはこれです。FV のどの要素も LV が削除されないということですね。だから、これは先ほど言ってたことを、もう一度書いてますけども、アルゴリズムの反復によって、LV が LV の、部分集合であるという条件が保たれ続けることを示します。で、そのために、アルゴリズムの、動きを見ると、アルゴリズムでは、この G の項を任意に選んで処理するということをやってました。で、その項 AV ということを、UV というのを持ってきましょう。UV というのを持ってきましょう。
そうすると F が純動径なので、この FUFV っていうのが、pH の方になります。で、先ほど言った通りですね。これ純動径だからですね。うん。で、そうすると、今この pH の、定義をもう一回見直してみると、どういうふうになってるかっていうと、pH においては、今この、FU っていう頂点と FV っていう頂点があるんですけども、FU の方に入っている任意の頂点からは、必ず、この、FV の方に、H の子が出てる。今なんか、グラフが3つあって、G と H と pH とあるので、いろいろとややこしいんですけども、今この FU に入ってる各頂点、H の頂点からは、FV に入ってる各、ある頂点に対して H の子が出てる。これですね。ってことがわかるわけです。で、一方で同じように、この FV に入ってる頂点に対しても、この FU に入っているある頂点から H の子が必ず入ってきているということが言えるわけです。で、それはここに書いてある2つですね。2つですね。うん。これがその、pH の定義からわかります。いいでしょうか。で、そうすると、この状況っていうのはまさに、その高整合成検査アルゴリズムにおいて都合がいい状況なんです。でどういうことかっていうと、ちょっと進めると、今、ここまでは 上と同じです。でそうすると、今、アルゴリズムの動きを考えると、今ですね、この、まずその FU と FU が LU に含まれていて、FV が LV に含まれているっていう状況を今保たれてますから、で今、ここで反復を一つ進めることによって、これがまた保たれていてるということを言いたいんですけども、そうするとですね、今、この、LU に入っている X を、見てみると。で、その X が FU の要素であると、どうなってるかっていうと、だからですね、今、どういうことを言ってるのかって、ここからは、アルゴリズムの動きを見ます。で、アルゴリズムの動きを見ると、G というグラフにおいて、U と V という頂点があって、その間には個があるんですけども、今、この中には LU と LV っていうリストが、蓄えられてるわけです。蓄えられてるわけです。で、その一部、その一部は FU と FV になっているわけです。部分集合ですから。この部分集合っていう条件が、この反復の前では成り立っているわけですね。で、そうすると、じゃあこの今 FU に入っている、H の頂点っていうのは、この、反復において削除されますかってことを聞くと、これ削除されないんですね。なんでかっていうと、この FV のある頂点に向かって、H の子っていうのは出ているから。これ削除されることはありません。だからこれ削除されません。で一方で、FV の頂点を見てみても、FV の頂点も先ほどのこの条件から、この FU の方からある H の子が入ってきているという形になります。なので、この FV の頂点をこの LV が削除するっていう条件は満たされないことになって、これも削除されないということになります。つまり、この反復っていうのは、U から V に向かっている項を見るという反復においては、FU の要素も FV の要素も削除されないということになるということが分かるということになります。つまり、この反復において、この FU が LV の部分集合であるという条件は保たれ続けるということになります。で、これは、どの反復においても、正しいですから、結局、最終的に停止したときにも、FV は LV の部分集合であるという性質は保たれ続けるということになって証明が終わるということになります。よろしいでしょうか。なんかグラフが G と H と pH とあって、ややこしいかもしれませんけども、しっかりと混乱しないように追っていってください。はい。で、これで、先ほどの証明ができると思いますね。先ほどの証明できまして、この補題ですね。この補題が証明できました。じゃこの補題を使って、証明したかったこと。pH から H に対して、純動径作動が存在すれば、H 彩色問題が個性合成検査で解けるということを証明しようと思います。で、これも必要十分条件なので、両向きのことを証明していきます。はい。でまずはですね、左から右ですね。pH から H に純動径作動があるとしましょう。で、この時には何を証明したいかっていうと、ですね、そうか、今、溶けるってことを証明したいんですけども、溶けるってことの定義がここに書いてあります。
で、これも、任意の字に対する、静止なんですね。で、解けるってことを言いたいんですけども、この、両向きの矢印のうちの一方は、もうすでに我々分かってるんです。何やってると、脳を使用するときには、準動作動、作動は存在しないってことは、もうすでに分かってます。だから、右から左は、もう、これ分かってます。だから、左から右の矢印を示したいということになります。ですか。で、そのためには、ここでは、配理法を使います。つまり、任意の入力 G に対して、G から H に準動作動があるならば、待ってくださいね。ここの、左向きの矢印を証明しようとしていて、それを、配理法でやろうとしているので、ある入力 G が存在して、その入力に対しては、G から H に準動作動が存在しないんだけども、脳を出力しない。と仮定します。で、それをこれ書いてありますね。ある入力 G に対して、G から H には、準動作動が存在しないんだけども、脳を出力しないとすると。というふうに仮定します。で、そうすると、まあ、お題がありますね。先ほどお題。お題を見ると、脳を出力しないときには、この下の、ことが成り立たないことなので、G から PH に向かって準計算が存在するということが言えます。で、それここですね。ですか？で、そうすると、今ですね、G から PH に向かって準動作動が存在し、なおかつ仮定において PH から H に準動作動が存在するというふうに言っています。だから、このことから、合成を使うと、G から H に準動作動が存在することになります。ですか。で、そうすると、これは、この仮定と矛盾します。G から H に準動作動が存在しないというふうに矛盾します。という形で、この方向の証明を終わります。ここまでいいですか。はい。で、これは一方向ですね。はい。左から右。だったので、じゃあ次は右から左。やっていきます。右から左。で、そうすると、今、右はこれですね。H 最色問題が個整合検出アルゴリズムで解けると仮定します。解けると仮定します。で、この時に何をするのかっていうと、つまりこれ、任意の入力に対して、これは何たちと言ってるので、この入力に PH を入れちゃいます。G を PH としてしまって、この個整合性検査アルゴリズムを実行します。で、そうすると、何が言えるのかというと、ですね、この時に、この個整合検査アルゴリズムは脳を出力しません。なぜかとかですね、ここに。まずですね、PH から PH に向かって準動作動が存在します。ですよね。これは、まあ、当たり前ですね。当たり前。いわゆるこの矢印は反射性を持つということです。で、そうすると、今この補題において、G をですね、PH としたら、今この PH から PH に向かって準動作動が存在するっていうふうに言ってるんだから、それをこの補題に対して適用すると、この G を PH だとすると、ここの条件が成り立っていませんから、脳を出力しないということが言えるわけです。この補題から。で、それが、ここに書いてあることです。個整合性検出アルゴリズムは脳を出力しないということが補題からわかります。いいですか？で、そうすると脳を出力しないと言ってるんだから、ここで言ってることを見ると、この右側の脳を出力することが成り立たないってことなので、これは、G から H に向かって準動作動が存在するってことを言ってるわけです。で、今、G は pH ですから、pH から h に対して準動作用が存在するということが、ここからわかるということになります。で、これはここに書いてある初めの条件と同じであるということで証明が終わります。いいでしょうか。という形で、ここに書いてある、ここに書いてあるね。必要十分条件ですね。この個整合性検査アルゴリズムで解けるための h に関する必要十分条件が、
べきグラフを使って分かりましたということになります。嬉しいですね。ということで、休憩に行こうと思います。コマでいいですか？だから、この H を見て、これさえ判定できれば、この個性合成検査アルゴリズムを使って解けるかどうかが分かることになりますね。非常に嬉しいですね。はい、じゃあ、3分休憩をしましょう。いきますね。3分休憩の準備。はい、じゃあ3分休憩しますので、それでは、3分経ったら次の話に移っていきます。では、進めていこうと思います。ちょっとですね。はい。続きをやっていこうと思います。ですね、ちょっとですね。今やったのは、べきグラフを使って、この視聴十分条件を与えるということをやったんですけども、もう一つですね、知られている視聴十分条件、つまり、実はですね、いくつか視聴十分条件知られているんですけども、もう一個ですね、重要なものがありまして、今日はですね、この多傾斜像、特にこの完全対称多傾斜像っていうものを使った、視聴十分条件です。で、まずこの多傾斜像っていうのが重要なので、それが何なのかということを説明していきます。これですね。これが、多傾斜像の定義です。で、これは、有効グラフに対しても、無効グラフに対しても使われる定義であって、説明をします。で、このグラフの多傾斜像、ポリモーフィズム。まあ、多傾斜像っていう日本語を対応すると良くないかもしれないので、もしかしたらポリモーフィズムというふうに英語で言っているかもしれませんけども、このポリモーフィズムっていうのは、ある整数 K、整整数 K に対する順動傾斜像です。で、これは何かっていうと、G の形状から G に対する順動傾斜像です。で、これをですね、つまり理解するためには、まずこの G の形状って何だかってことを思い出す必要があります。で、ちょっとこれ下に、手書きで定義を書いていて、例は、
図で書いてあるんですけど、これ何だったかというと、G の形状っていうのは、この、G の頂点を K 個並べたものを頂点とする。今、ここではですね、G っていうのはこの、頂点数3の有効パスなんですけども、G の3乗といったの各頂点は、この、G の頂点を3つ並べたものを全部持ってきています。で、ここもちょっと集落記法で書いてていけないんですけども、例えば BCC と書いてあるところ。BCC と書いてあるの、これは、本来は、カッコ B コンマ C コンマ C と書けるところです。で、それをちょっと省略してこう書いているというふうに思ってください。ですね。この BAA とか、この BAABA っていうのは、だから A コンマ B コンマ A だと思うのは、こんな感じです。こんな感じです。いいでしょうか。で、こんな感じになっていて、で、コアどこにあるのかっていうと、2つの頂点までコアがいつかっていうと、この各成分がこの G のコアになっている。今ですね、例えばですね、ちょっと2つ取ってきて、このじゃ AAB と BBC というと、これコアがあるんですけども、これなんでかっていうと、各成分にコアがあるんです。学生に何かっていうと、まずこの第一成分の、下の方は A で上の方は B です。で、A から B に向かっては G においてコアがあります。だからこの第一成分については個があるっていう条件は満たされます。で、第二成分見ると、これ下は A で上は B です。だからこれまた A から B ですね。で、これは G において個があるから、第二成分においても条件は満たされているということになります。で、第三成分は B から C なんですけども、で、B から C に向かって G においては個があるから、第三成分においても条件が満たされるということになって、すべての成分において、この下から上に向かって個があるので、この、G の3乗においても個があるという形になります。で、一方で、この個がないところがたくさんあるんですけども、例えば、どこがいいかな。ここ見ましょうかね。この下のこの BAA と CAA 見ましょう。で、ここには個がありません。個がありません。で、ここはどういうふうに見るかっていうと、例えばですね、第一成分 B、C を見ると、B から C に向かって個があるので、第一成分においては条件は満たされているということになります。一方で、第二成分を見ると、A になっていて、A から A にはこの G において個がありませんから、第二成分においては条件が満たされていないということになります。ということなので、この個はないということになるわけです。この直積の定義、G の3乗とか G の形状の定義はいいですか？思い出せましたでしょうか？いいですか？はい。で、その中で、この多径斜度っていうのは、多径斜度っていうのは、多径斜度っていうのは、この右から左に向かっていく順動径斜度です。で、この場合は、例えばですね、この場合はこれ、存在して、こんな感じになります。ちょっと今、色でしか書いてませんけども、色でしか書いてませんけども、赤、青、黄色があって、まあ、頑張ってちょっと色を見ていただくことになるんですけども、この色がこの順動径斜度を表しているということになります。で、これが、G の多径斜度になります。ポリモーフィズムになります。で、この K ですね。この G の形状の K、これをこの多径斜度のアリティと呼びます。まあ、アリティっていうのは、よく奇数の数を表すことなんですけども、だからこれは、まあ、どちらかというと、F っていうのは、この場合はですね、この F においては、この ACC っていう頂点は A に移ってるんですね。ACC。だからこれはですね、AC、あ、そう。では、ACC を F に入れると、これ A に移るので、FACC は A である。まあ、こういうふうに書くというふうに見なすと、この時の、まあ、奇数の数が K なので、まあ、この F のアリティを、まあ、K と呼ぶと。アリティっていうのは、申し上げますね。アリティっていうのは、まあ、日本語で言うと、奇数の数。まあ、変数数なんですけども、まあ、それをなんか奇数の数っていうふうに言ってると、ちょっと、用語がややこしいので、日本語がややこしいので、もうアリティという言い方をしていきます。まあ、これは英語でもアリティと言ったりします。はい。で、これが多径斜度の定義です。定義はいいでしょうか？で、これはなんかただの順動径斜度なんだなっていうふうに思うんですけども、これが非常に重要な役割を果たすと
ということになります。で、ここまではただの定義なんですけども、何が重要なのかっていうと、いろんな特殊な性質を持つ多形作像っていうのを考えることによって、この、順動系の存在、あるいはその順動系同士の関係っていうのを調べるってことが、この順動系の研究においてはよく行われます。でですね、今日、着目するその性質っていうのは、ちょっと実はややこしいんですけども、次に紹介する完全対称性というものです。今ですね、グラフ G がありまして、アリティ K の多重、ポリモーフィズム、があるとします。これは F とします。で、この F という多形写像、ポリモーフィズムが完全対称であるということの定義をします。トータリーシンメトリックですね。まあ、これも完全対称という略語がいいのかどうかわかりませんけども、まあ、トータルとシンメトリック、普通に訳すと完全対称なので、そういうふうに訳します。で、完全対象であると何なのかというと、まあ、全対象、まあ、いや、完全対象です。完全対象であるというのは何なのかというと、これですね。この今、F には、K 個引数があるんですけども、その引数が今、V1 から VK と U1 から UK っていうものがあって、それが等しいのがいつなのか違うな。あるときには等しいってことを、要請するんですけども、それいつ等しいかっていうと、この引数に現れる変数が集合として等しい場合。これは集合です。これは抽出っていう。これは集合です。集合です。集合として等しい場合。集合って言ったら何なのかっていうと、これ多重集合ではないとですね。集合として等しい場合、引数が集合として等しければ、その F における値、その順動形としての移り先っていうのは同じですよ。ということを要請しているのが、この完全対称性です。でですね、じゃあ、これ例を見てみるんですけども、じゃあまずですね、ここのに書いてあるのは、これ先ほどの順動形作用です。で、これは完全対称ではありません。あ、ちょっと色変えようかな。これは完全対称ではないです。で、なぜかというと、これは、その引数の集合によって、移り先が違うところがあるのです。で、どこなのかってことをパッと見てわかんないかもしれないですけど、例えば、今ですね、AC という集合を見ましょう。AC という集合を引数、引数とするっていう言い方がいいかどうかわかりません。まあ、引数とするのは、これ、この、G の3乗っていうところにおいてどこにあるかっていうと、これは、AAC か ACA か、CAA です。この3、この、あ、まあ、もっとあります。CAA か ACC か CAC か、CCA です。この6種類あります。いいですか。で、この時に、じゃあこの AAC ですね。AAC です。AAC。AAC を見ると、AAC、ここですね。AAC は C に移ってきます。これ、黄色なので。だから、F、ちょっとこれ書き方いけないかな。どうしようかな。ずらそうかな。で、で、この時に、F、AAC は C です。ですね。C です。で、一方で FACA は何でしょうか ?FACA。これは ACA。これは赤だから A になっています。で、この二つは違うんです。C と A。なので、ここに書いてある条件を、ここに書いてある、例で挙げてある、順動系多像は満たしません。いいですか。だからこれ完全対称では、あ、対称って感じが違う。完全対称ではない。ってことになります。いいでしょうか。ここまでいいですか。よくわかんないかな。ちょっと反応がないので。音がよく聞こえなかったりしますかね。大丈夫ですか。なんか今、私、空調をつけたので、もしかしたら騒音が激しいかもしれませんけども。大丈夫ですか？
えっとですね、じゃあこれが、完全対象ではないということでいいんですけども、じゃあ、完全対象な武井社長の例を挙げます。で、これですね。これ完全対象です。これ完全対象です。で、これは、じーっと眺めてもわかんないかもしれないんですけども、ちょっと考えるとどういう感じになってるかというと、今ここにですね、こういうのを書いてるんですけども、何かっていうと、この集合が A とか AB とか ABC の場合には、この A に移しますよと。B とか BC の場合には B に移しますよと。C とか AC の場合には C に移しますよって形で、この順序化作業を作っています。例えば何かっていうと、先ほど言ってた、この AC の場合ですね。AC の場合っていうのは先ほどあった 6通りあるんだけども、6通りの頂点どこに現れているかっていうと、AAC と ACA と CAC。CAA と、ACC と CAC と CCA。で、これは、どれも、継続になっていると。だから、C に移っているということになるわけです。こんな感じですね。で、そういう形で、この、写像を作ってるんですけども、この時にはこれちゃんと順序化写像になっているということになっています。だからこれは、完全対象であると書きますね。ここまでいいでしょうか。大丈夫かな。なんか反応がなくなったので、気にしてるんですけども、大丈夫ですかね。私が反応を見えてないだけなのか、大丈夫ですね。ちょっと何も反応がないとそのまま進めてしまうんですけど、じゃあ進めてしまいますね。で、わかんないって言ってますね。ありがとうございます。反応があった。どこがわかんないのかということが私はわかんないので困っちゃうんですけども、どうしましょうかね。どこがわかんないかというと、まあ、これは、確かに、順道計測であるということは、まあ、確認する必要があるわけです。確認する必要があります。だから、この子がですね、全部、赤から青になっているか、青から黄色になっているかの、どちらかなんですね。青から黄色、ここですね、青から黄色。になっているかの、どちらかしかなくて、赤から黄色に行っているとか、黄色から青に行っているかっていうような子はないという形になっています。で、ですね、だから、まずそもそもこの F っていうのは、多系作動なので、これは、この G の3乗から G への順道化作動になって必要です。だから、順道化作動であって、なおかつ、ここに書いてある、その集合だけで、この引数の集合だけで、この移り先が決まる。ということが、この完全対象であるってことの定義です。だから、この集合だけに依存する。これが重要です。というか、まあ、これは定義です。集合だけに依存する。ありがとうございます。反応いただけると、安心すると。いいですかね、皆さんいいですか、大丈夫ですか、ここ難しいんですけども、だからこれ非常に抽象的なんですよね。このポリモーフィズムっていうのは、ポリモーフィズムの話を、まあだからあと、この回も含めて3回ぐらいちょっとやっていくんですけども、ポリモーフィズム、この授業全体的に非常に抽象的なんですけども、ポリモーフィズムは特に抽象的で、ややこしいんですね。だから、できるだけこう、例を挙げて説明しようと思ってるんですけども、それでも分かりにくいかもしれませんから、しっかりと、復習もしてみてください。で、この完全対称性と先ほどの構成合成検査アルゴリズムの関係があります。で、何かというと、実はですね、すべてのグラフが、この完全対称多系写像を持つとは限らないんですね。で、実は、この完全対称多系写像を持つことと、先ほどの構成合成検査アルゴリズムが、を使って H 最縮問題を解けるっていうことが同時なんです。で、それがここに書いてあります。で、何かというと、次の3つの性質は同時です。で、1つ目は先ほど言っていた、pH から H に対して順度化作用が存在するという性質です。で、もう1つは、次、2番目、H は全ての IT の完全対称多系作用を持つ。多系作用はですね、だから、プレスさっきの話で言うと、だから今 H があって、H の形状っていうのを作って、H の形状から H に向かって、その、完全対象な、順度計作動っていうのを、作りたい、多系作動を作りたいんですけども、そういうものが本当に存在するかどうかってことはこれわかんないわけです。で、それはその全ての K に対して存在する。っていうのは2番目の条件です。で、3番目の条件は何かっていうと、実はこれ全てじゃなくて、パリティが 2×H の頂点数
のものだけを持てば十分ですよ、というふうに言ってます。で、この3つが同時です、ということを言ってます。はい。で、授業はあと20分ぐらいあるので、ちょっとこの証明を、できるところまではやって、もし余ってしまったら、ちょっと次回に持ち越そうと思います。次回に持ち越そうかな。次回に持ち越すと、なんか話が途切れるかもしれないので、次回に持ち越さないで、余った場合は、動画補足動画にします。すいません。だから、補足動画にするので、あんまり、急いでやらないことにして、次のところまでやるということにします。はい。で、重要なのは何かっていうと、この一番初めの、性質ですね。これは先ほどの、一個前のところの話から、これは、H 彩色問題が、個整合性アルゴリズム、検査アルゴリズム。によって解ける。ことと同時でした。で、この命題、この性質において、この3つの性質は同時ですから、つまり、この H がありって 2×H の頂点数の完全対象多形化像を持つって、この3番目の条件ですね。これを満たせば、満たすことと、H が H 彩色問題が、H 彩色問題が個整合性検査アルゴリズムで解ける。ってことは、必要十分なんですね。同値なんです。ということで、この完全対象多形化像を使うことによっても、個整合性検査アルゴリズムで H 彩色問題が解けるための必要十分条件が与えられるということになります。はい。ここまでいいでしょうか。ですか。はい。ありがとうございます。で、じゃあ、ちょっと残りの時間で証明できるところまで証明しようと思います。でですね、この証明は、この3つが同値だっていうふうに言ってるんで、3つが同値であることを証明する必要があるわけですね。で、1番と2番と3番があるので、順番としては、1ならば2。これを初めにやります。で、次に2ならば3をやります。で、次に3ならば1。これをやります。でですね、この中の一つは非常に簡単です。非常に簡単なので、今からやろうと思うんですけども、だから順番とか言っておきながら、順番に従わずにやるんですけども、2から3。これはもう、まあ、自明っていう言葉はあんまり使ってないんですけども、もうこれは、すぐにわかります。なんでかっていうと、2番っていうのは、すべてのアリティの完全対象多形化像を持つというふうなことを言ってるので、それを仮定すれば、特にアリティが 2×H の頂点数の完全対象多形化像を持つわけです。いいですか？だから、その意味でも2から3の証明が簡単に終わります。これいいでしょうか？はい、ありがとうございます。ってことになるので、残りは1から2っていうのと3から1っていう部分になります。で、まあ、まず1から2をやります。で、これで多分時間終わる気がするんで、まあ、終わったら1から 3から1は、補足動画にするという形にして、もし、うまくいったら3から1もこの時間内に証明しようと思います。ではやっていきます。まず1から2ですね。pH から h に向かって順応化作用を判断します。これ、それを仮定します。で、その順動化作用を g とします。g とします。で、この時に h は全てのアリティの完全対象多形化像を持つってことを証明するので、それを実際に作ります。で、これ作ったのはこれです。任の形を考えて、この H の形状から H に向かっていく写像を作ります。ですね。で、これが今ここに書いてあるんですけど、何かというと、今これ、アリッキーが K なので、まあ、この K を、引数を取ってます。引数を取ってます。V1 から VK ですね。V1 から VK は全部、この H の頂点です。ですね。それに対して、F は何、どこに移すかっていうと、この順動化作用ですね。この順動化作用において、この V1 から VK という集合です。これもまたこれ集合です。集合が移される先で F を移しましょうというふうにします。で、この F が H の完全対象多形化像であるということを、証明します。で、そうすれば、この1から2っていう方向は証明できることになります。だから、2つ証明する必要があるわけです。で、1つは F が順動形であること。H の形状から H への順動形であること。
と F が、F の値が、F の値が、移した先が、引数の集合のみに依存すること。これがその完全対称性の定義だったわけです。そうすると、この定義から、二つ目の方が簡単に正しいと分かります。なぜかというと、V1 から VK っていうのを F が引数として取ってるんですけども、それは右のように集合にしか依存しないからです。じゃあ引数の集合にしか依存しないからです。だから、この定義から、この F の値が引数の集合のみに依存するってことは、そういうのが分かります。ここまではいいですか？ちょっとここはね、図がないからいけないんですよね。で、だからこの二つ目は分かったので、あとは、この順動形であるってことを確認すればいいということになります。で、それをやっていきます。で、そのためにこの G がちゃんとこの PH から H への順動形であるという条件を使っていきます。はい。で、ですね。あとは、まず今言った通り、完全対比であることはすぐ分かったので、で、一方で、じゃあ、このようにして、ここに書いてあるのは、その、多形作動である。つまり、H の形状から H への順動形作動であるということの説明です。だからそのために、まず、H の形状のコードを取っていきます。コードを取っていきます。で、この時に、これを F で移したら H のこれになるということを言いたいと。だからこれが最終的な結論の、目標ですね。で、今これ H の形状のコードを取ってきているので、これがなんでこうなのかっていうと、成分ごとに見たら、それがちゃんと H のこれになっている。ってことが、H の形状の個であることの定義でした。つまり、U1V1 とか UKVK は全部 H の個であるということが言えます。はい。で、一方で、これが成り立っていると、U1 点点点 UK という集合と V1 点点点 VK という集合が PH において、頂点として存在しているわけですね。U1、U2 点点点 UK っていう集合と、V1、V2 点点点 VK っていう集合は、この PH において頂点として存在しているわけです。で、今この U1 とか V1、U2、V2 とかっていうのを見ると、この H において U1 から V1 に向かっては、個が存在するわけです。H の個は。それは U2 から V2 も同じで、UK から VK も同じです。そうすると何が言えてるかっていうと、この PH っていうグラフにおいては、この、この U の方の、U の方っていうか、この、左の方の頂点に入っている要素からは必ず H の個が出ていて、右の方の頂点の要素になっているものに対しても必ずその左から個が H の個が入ってきているっていう状況になっています。で、これは、この pH の定義によると、この間に、この左から右に対しておいて、この個が存在しますよってことを言ってることになるわけです。これ、定義ついてるかな？書いてなかった。これいいですか？ちょっと pH の定義を、思い出したり、イメージを膨らませるというか、膨らませていると思い出す必要がありますけども、こういうふうに、だから、pH においても、左から右に個があるということが言えるわけです。で、それが書いてあるのがここです。pH において U1 点点点 UK という集合から V1 点点点 VK という集合に向かって個があります。そうすると、今 G っていうのは、G ですね。G っていうのは、pH から H に向かっていく順動形作動だったので、pH に個があれば、それを G で押した先にも個があります。ですね。G の順動形性から。そうすると、今、GU1 点点点 UK っていうのと GV1 点点 VK っていうのがあるんですけども、これは、この定義を見ると、これは取りも直さず F ですということになるわけです。で、これによって言いたかった目標の、性質が言えたということになって証明が終わるわけです。よろしいでしょうか？pH から h に順動形があれば、必ず全てのアリティの完全対称ポリモーフィズムを持つということになります。はい。で、2から3、これ先ほど言った通り簡単なので、これ先ほど言った通りです。じゃあ3から1ですね。
H がありT にかける頂点数、H の頂点数の完全対称多係数を持つならば、PH から H に純度係数が存在するということを言いましょう。で、あと10分あるので、ちょっと頑張ってやってみようと思います。はい。だからこれはこれ3を仮定します。H がありT にかける H の頂点数の完全対称多係数を持つと仮定します。で、この時に、この仮定のもとで、PH から H への純度係数を作ります。で、もう一度言うと、PH っていうのは、H の低いな頂点部分集合を頂点として持つものだったので、それを今一つ取ってきて V1 から Vn というふうにします。N っていうのはこの pH の頂点によって変わってくる何かの数です。何かの数です。で、どうするか。この G っていうこの、写像をどのように定義するかっていうと、これ、この F を使って定義するんですけども、F のありT は 2×H の頂点数です。で、何するかっていうと、F に対して、まずこの、ここに現れている集合ですね。集合要素を全部並べて、こう書きます。で、そうすると、ここでその N 個、引数が使われます。N 個。で、まだ、2×H の頂点数マイナス N 個の分の座標が余ってるんですけども、この中には、ここで使われた頂点の何を持ってきても構いません。まあ、ここでは VN にしてるんですけども、何を持ってきても構いません。という形で、この 2×H の頂点数個の引数を埋めます。という形で G を定義します。で、今ですね、この Vn って今ここ書いてあるところは、この V1 から Vn の何でもいいですというふうに、だから例えばこれはですね、全部 V1 でも構わないし、V1、V2、点々点という形で、なんか違うものを並べても構わないんですね。で、そういうふうにしても、この G の値は変わらないんです。なんでかというと、この F は完全対称だからです。完全対称だから、この F の値っていうのは、この完全対称だから、この引数の集合にしか依存しないんです。依存すると。何かっていうと、はじめのですね、N 個のところに V1 から Vn っていうのを埋めてしまって、まあ、この順番も実はどうでもいいんですけども、埋めてしまって、もうこれしかこの F の、引数の集合には現れない、これですね、V1 から Vn しか現れないと決めてしまったら、その V1 から Vn の要素を 何をこの後ろに持ってきて埋めてしまっても、この引数の集合変わらないわけです。いいですか？だから、この、何が重要かっていうと、この G の値を決めるときには、この F の引数として、V1 から Vn は全て使います。全て使います。で、全て使って、それ以外は使わない。ってことをすれば、この F の引数に現れるのが、この G の引数のもののみで、それ以外ないっていう形になります。で、F が完全対称ですから、それによって、この G の値、その G の移り先っていうのは1に決まります。これが重要です。ですか。で、それがここに書いてある中です。ですかね。いいですか。だから、その性質を今から使っていくっていうのが重要なので、それは今理解していただきたいんですけど、それ大丈夫ですか。ちょっと今なんか長々と口で言いましたが、ここでその完全対称性がうまく使われるし、扱われます。いいでしょうか。はい。で、今から示すのは何かっていうと、今この写像を定義したんだけども、これが実際に純動系可動だということを証明します。だから pH の項を一つ持ってきて、その項が H の項に移るってことを言います。じゃあ、それやっていきましょう。で、これがちょっと長いから。ですね、どんな感じなのかというと、これ、言葉ばっかりであまりよろしくですね。じゃあ今やるのは、この G が純動系可動であると、証明します。なので、そのために、pH から、項を持ってきます。それは X と Y としましょう。だから今、pH においては、これは先ほど青だったかな。pH においては、X っていう集合と Y っていう集合があって、まあ、この間にすでに項があるというふうになっているということですね。で、これ先ほどの書き方で、この太い矢印ですね。太い矢印。項があるということになっているんですね。で、示したいのは G によって、その移る先が H の項になっているということを証明したいということになります。で、今、X と Y っていうのは pH の、頂点なので、これは H の頂点部分集合になります。で、その要素数はわかりません。なので、X の方の要素数は P であっ
って、y の方の要素数は9であるという形で、この、x 値から xp、y 値から yq という形で書くというふうにします。ちょっと、この図を、そういう意味で大きくしたんですけども、今、x の方には、x1 から xp まであって、y の方には、y1 から yq まであると。こんな感じになってます。で、p と q は違っていても構わないということになります。で、今ですね、この太い、この、ここですね。だから、pH において、ラージ X からラージ Y に向かって、個がありますから、それは、この pH の定義を思い出すと、どういうことになったかっていうと、この X の方を見ると、この X の方のどの要素からも必ず、この H の個が Y に向かって伸びていると。で、Y の方を見ると、必ず、どの超、要素に対しても、X の方から、H の子が、H の子が届いている。という形になるわけです。で、それ書いてあるのはここですね。で、それをちょっと明示的に書くために、その X1 が言ってる先のもののことを、Y1 プライムと書くことにします。そのを一つ選んできて、その言った先を Y1 プライムと書くことにします。で、それはこうですね。で、y の方も同じように、その y 値に届いている子が一つ選んで、その、出てるところ、出発点のことを x1 プライムと書くことにします。それはここですね。つまりいいですか？はい。で、そのようにして、その、このような、子を取ってきます。こう取ってきます。で、そうするとですね、次のことなんですけども、これは進まないですね。F は、今 F は、もともと与えられてるんですけど、F はアリティが 2× 頂点数の、多形作動です。H の多形作動です。だから何なのかっていうと、F で、これを移します。x1 点点点 xp, x1 プライム点点点 xq プライム、x1 点点点 x1 と y1 プライム点点点 yp プライム、y1 点点点 yq, y1 プライム点点点 y1 プライム。これを f で移します。で、これは h に触れる困難ってことを言いたいんですけども、ちょっとここに書いてあるのはまず正しいんだけども、何言ってるかわかんないのでちょっと説明しますね。今、x1 と y1 プライムっていう、この第一、成分を見てみると、ここに今言ったことから、ここは h における項があるわけです。x1 から y1 プライム。で、それは xp から yp プライムの項が正しいです。xp から yp プライムの項があります。で、次のところ見ると、x1 プライムと y1 見てますけども、先ほど言った通り、この y1 に入ってくるところに一つを取ってきて、x1 プライムっていうのを定義してますから、ここも x1 プライムから y1 に向かって、これ項があるわけです。で、同じように、xq プライムから yq に向かっても個があります。で、今、これに、ここにはですね、引数をこれで、p プラス9個、使ってるんですけども、で、これによって、すべてのですね、座標がまだ埋まってないかもしれません。で、埋まっていなかったら、x1y1 プライムっていうので、その座標を埋めます。埋めます。で、見ると、x1y1 プライムの間にもやっぱり個があるって言えてましたから、ここですね。ここの間にもやっぱり個があるってことなんです。で、そうすると、この f の引数におけるすべての個において、成分において個が存在するっていうふうに言ってますから、この f が多形作像なので、この f で移した先は h の個になるわけです。いいですか？ここがわかんないかもしれない。そうですね。ちょっと3分ぐらいオーバーしていいですか？すいません。ちょっと、やっぱり無理があったかな。これで やろうと思ったのは。で、こういうことになって、だから、この、移した先は、コア存在すると。A ですね。ここでこうなるということがわかりました。で、一方で、じゃあこの F によって定義されているのと G の関係はどうなっているかということを言います。今ですね、作った写像の移した先、これです。で、これは、今、この、x1 プライムとか xq プライムというのがあるんだけども、これらはすべてこの、ラージ x の要素になっているんですね。で、ラージ x の要素はすでにこの初めのところにこう全部並んでます。ので、この f によって定義されるのは、このラージ x
にしか依存しないということになりますから、これはその G の定義にしちゃったから、これは G の X になるわけです。で、同じように Y の方法を見ても、ここに Y の要素は全部出ていて、この Y1 プライムから Y9 プライム、これも全部 Y の要素なんです。なので、ここの F の引数に出てきている集合っていうのは、ラージ Y になっていて、で、それがこの GY だというふうに定義したわけです。で、今、この後ろの2つに対しては、H の子がありますよっていうふうに言ったので、GX か GY に向かっても H の子がありますというふうに言えるわけです。それが最終的な結論で、GX、GY は H の子ですよという結論になります。ということで、証明が終わるということになります。よろしいですか？ちょっとここは難しいんですけど。だから、ここの引数は、引数の集合は X であるってことが重要だと思って。はい。で、これで証明は全部できたということになります。すいません。じゃあ、あとちょっと1分ぐらいでまとめをしますね。今日は、これですね。個性合成検査アルゴリズムが H 生殖問題を解くための H に関する必要十分条件を与えるということをしましたので、それで2つ、ベクグラフと完全対称多系作動を使ったものということをやりました。で、次回は、まあ、この続きをやるんですけども、もう一つ実は必要十分条件があって、そこではですね、相対性っていう考え方が出てきますので、それを紹介しようと思います。で、それを使って、もう一つの整合性検査アルゴリズムである追整合性検査ですね。そちらの方の話にも移っていこうと思います。はい。では、ちょっと伸びてしまってすいません。今日のコメントを、またちょっと、お願いします。来週は、普通に授業ありますけども、来週はですね、確か、レポートを出題する日になっていたと思います。すいません。まだ、1回目のレポートの採点も終わっていないので、2回目のレポートを出すことになりますけども、まあ、そういうことになってます。そういうふうに、初めに決めたので、そういうふうになります。で、それはですね、授業の時に、出題するというよりは、まあ、授業の後に出題するような形になると思いますので、そのようなつもりで、準備をしていってください。また、レポートの提出もですね、また2週間ぐらいしか、間がありませんので、しっかり進めていただくようにしていただきたいと思います。はい。では、コメント書いて、今日は終わりにしてください。では、今日の授業を終わりにします。ちょっと伸びてしまってすみません。ありがとうございました。